はい、11月の26日です。おはようございます。今日はこれから、ボリビアのコパカバーナ前で移動しようと思います。今現在6時ですね。バスが7時なんで、これから大体20分ぐらいかなかけてバスターミナルまでちょっと歩いていこうかなと思います。まあ、だいぶ明るくなってきたし、まあ、来た時もねもっと早い時間に歩いてきてたんで、まあ大丈夫かなとは思いますけど、とりあえず向かいたいと思います。はい、微妙に雨降ってきたんだけど、これはきついな。もうちょっと待ってほしい、バスターミナルまで。なんかちょっとパラパラと降ってます。まあ天気も確かに曇ってるんだけど、この徒歩移動の時に雨は勘弁してほしいな。で、今バックパックで、今このスイッチバックのカバーなくなっちゃったんでね、なくされたんで、ラタムに。これで雨降られるとかなりきついんですよね。もう穴も開いてるから、ライアンエアにやられたねということで、ちょっと急ぎでバスターミナルに向かおうと思います。はい、バスターミナル到着しました。今6時20分ぐらいですね。なんでやっぱ20分ぐらいでした、歩いて。で、バス自体は7時なんでね、待ちたいと思います。とりあえず40分から45分ぐらいまでには来てねって言われてたんで、ちょっと正面に見えるオレンジ色のバスの会社ですね、あそこで、コパカバーナまで、行く予定です。まあ2時間ぐらいなのかな。国境も一応越えるんで、ちょっとその辺の時間は分かんないですけど、まあ朝早いバスしかないんで、着くのもね午前中に着いちゃうから、さてどうしたもんかという感じですね。はい、今回利用するバスはこちらですね。とりあえず結構観光客っていうかツーリスト多いですね。今まで全然なんか現地の人ばっかだったけど、周りが。それでやっぱ雨が降ってるんでね、ちょっと微妙ですけど、まあ、とりあえず乗っていこうと思います。はい、バスは出発しました。まずね、こう入国カードみたいなのをもらうんですよ、ボリビアの。それはもう早めに書いておいた方がいいですね。バスが動き出すともね、揺れてて書きにくくなるんで、とりあえず止まってる間に書いて、一応乗務員の人かな、分かんないけど、一応説明しに来てくれるんで、その時に分かんないことは聞いたらいいと思います。例えば国境の名前とか、なんかバスの番号かな、ナンバープレートとか、そういうの分かんないんで、そういうのを説明して回ってるんで、分かんないところ聞いちゃった方が早いと思います。はい、2時間15分走ったところで休憩して、2時間で着くと思ったけど全然でした。多分3時間以上かかりますね。どっかで2時間ぐらいって見たような気がしたんだけどな、勘違いだったみたい。とりあえず15分かな、多分休憩をするみたいな感じでした。はい、約3時間で国境到着ですね。まずはここで出国からかな。はい、とりあえずバスはもう先に行って待ってるみたいですね。だから出国したら歩いて今日は越えて入国っていう流れかな。はい、ペルーを無事出国しました。もう何もないですね、普通にスタンプパンと押して終了って感じでした。で、これからボリビア側へ、歩いて向かいます。結構お店とかもあるみたいですね。
ここが国境なのかな、実際の。まあ、とりあえずゲートをくぐって、でもウェルカムトゥボリビアって書いてますね。ということで、これからボリビアの入国、無事入国できるでしょうか。あ、バスもそこに止まってるな。はい、ここからはペルーのまとめになります。期間は2022年の11月の10日から11月の26日までになります。かかった費用はこんな感じですね。まあ観光費はやっぱりね、マチュピシュとか行ってるんで結構高いのと、まあ交通費はどうしてもね、飛行機とかいろいろ利用してるんでね、高くなっちゃいますね。それ以外に関してはね、比較的まあ抑えられたかなとは思っています。はい、ここからはペルーの感想になりますけども、今回はまずリマに行って、そこからワカチナ、そしてリマに戻ってきて、今度はクスコですね。でその後にマチュピチュ行って、またクスコ戻ってきて、最終的にプーノっていう形でした。でリマはやっぱりまあ首都というのもありますし、まあかなりね大都市っていうイメージでした。まあただ歴史地区とかいろいろあって見どころもあるんでね、まあ非常に良かったかなと思います。でそこからワカチナ行って、やっぱ砂漠のオアシスということで、まあなかなかねいい経験ができたんじゃないかなと思います。その後リマに戻ってきて、今度はクスコですね。でここからはもう標高がねかなり高くなってるんで、3400m ぐらいだったと思いますけど、やっぱりこう最初はね、慣れるまではあまり無理しないようにということで、のんびりと過ごしてました。でそこからねマチュピチュ行って、もう念願のマチュピチュ遺跡行きましたけど、非常に良かったです。まあお金はちょっとかかりますけど、本当良かったですね、自分的には。でワイナピチュにも登ってね、そこから見る景色とかも最高だったんで、まあもし行く方がいればね、そういうワイナピチュセットのものもいいんじゃないかなとは思います。でそこからまたクスコ戻ってきて、今度はレインボーマウンテンに行ったんですけど、本当にレインボーじゃなくてね、白銀の世界みたいな、なぜか雪の降った後っていうところでね、すごくそういう意味では残念でしたけど、まあ初めてねその 5000m 以上ですね、標高登りましたから、まあそれはすごくいい経験だったんじゃないかなと思います。本当にちょっと行って休むぐらいのね感じでしたけど、まあなかなかいい経験ができたと思います。まあその後に今度プーノに移動するんですけど、まあその時もねこうストライキとかあっていろいろとバタバタとしてね大変でしたけども、結果的にはその後もっとねストライキとかでいろいろひどくなったみたいで、全然クスコ移動できなくなったりとかいう人たちもいたんで、そういう意味では運が良かったかなと思います。まあ、プーノの方でもね、チチカカのツアーとか行きましたけど、まあちょっとね、観光地化しすぎてて、本当にお土産買い替えとか、なんかこれ乗って別料金でどうのこうのみたいな感じで、ちょっとね、微妙でした、そこは。ただ、ああいったなんか島にね、行くっていうのは結構いい経験だったなとは思います。ということで、この後は、まあボリビアに行くんですけども、ボリビアもね、標高高いんでね、ちょっとその辺もね、気をつけつつ、進んでいきたいなと思います。ということで、以上、ペルーでした。